おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2。今週は去年9月に15周年の節目を迎えた株式会社アイセックジャパンの市瀬宗也代表取締役社長にお話を伺います。うるま市に本社を置くアイセックジャパンは、聴覚に不安を感じる方に向け、リアルタイムで音声を文字に変換する文字起こしサービスや、通話をサポートする電話リレーサービスを行っています。今日はこうした業務内容について伺いました。基本的には2つ柱があって、1つが、ライブの字幕っていうものなんですね。これは講演会だとかセミナーだとか学校の授業だとか、まあ、議会でも取り入れていただいてるんで、議会だとかですね、そちらに聴覚に障害のある方が参加した時に、聞こえないので意味が分かんないっていうことにならないように、話されてる内容をライブで字幕にしてお届けするっていうサービスなんですね。で、それもリモートでやりますので、沖縄にいながらにして全国のいろんなそういう要望に対して、対応できるような仕組みにしてます。で、これが一つの柱です。で、もう一つが、実は電話リレーサービスっていうふうに言われてるもので、聴覚に障害のある方が使えない社会インフラっていうのが電話なんですね。で、今はもう、ね、メールやチャットやホームページでいろんなことができるんで、電話を使わないっていう人もどんどん増えてはいるんですけど、やっぱり町の例えば美容室だとか、あるいはちょっと急ぎで、まあ、病院に電話かけなきゃいけないとか、どうしてもまだ電話を使わなきゃいけないっていう場面が世の中残ってるんですね、いっぱい。で、その時にその聴覚に障害のある方も電話ができるような仕組みっていうことで電話リレーサービスっていうのがございます。で、これはアメリカとかヨーロッパの、まあ、25カ国ぐらいがですね、10年以上前から国の制度としてこう提供をしているんですね。ところが日本は聴覚に障害のあるろうあ連盟の方とか難聴者協会の方とかが、まあ、国にね、いろいろこういうのをもう欧米ではやってんだから、やってほしいって言ってるんですけど、全然国の制度化がされなくてですね、まあ、G7 の中で唯一国の制度になってなかったのが日本だったんですけど、それの状況を見て日本財団さんが、国がやらないんだったらこの仕組みってのは絶対必要なもんなんで、自分たちが先にやるよって言ってやり始めたのが2013年なんですね。その時に、まあ、うちがそういうライブの字幕とかで聴覚障害者向けの文字を提供するっていうことをやってたんで、お声がかかって一緒にやりましょうっていうことになったんですね。で、その仕組みが、実は中では2つに分かれてて、1つが手話リレーっていうことで、テレビ電話で手話をお互いやって、聞こえる方が聴覚障害者の方の話を聞いて代わりに電話をするというものと、文字チャットで聴覚に障害のある方が我々の方に連絡してきて、そのまあやり取りをして、それで代わりに電話をして、また結果をチャットで返すと、まあそういうやり方で実は電話リレーサービスっていうのがあるんですね。で、それを2013年からやり始めて、それがようやっと2021年に国の制度化ができたんですね。その時に実は欧米だと3つのサービスがあるんですね。さっき言った手話リレーと文字リレーに加えて字幕電話っていうのがあるんですよ。これはチャットや手話じゃなくて話せる
聴覚障害者って結構世の中にはいらっしゃるんですよ。でそういった方々からすると手話とかチャットで頼むよりも要件は自分で言うと、だけど聞こえないから相手の話す内容を文字にしてくださいっていう電話なんですね。でそれが字幕電話なんですけど、まあ、そういう仕組みがあるっていうことでアイセックはですねアメリカに聞きに行ったりして、それをまあ事業として進めていく必要があるよっていうことで国の厚労省の助成金なんかもらいながらやってたんですね。なんですが残念ながら2021年の国の制度化された時にポコッと抜けちゃったんです。それで今それだったらうちでやりますよっていうことで実は民間でやり始めてるっていうのが今の状況なんですね。明日も引き続き事業内容についてお話を伺っていきます。おはようインタビューパート2、今週は去年9月に15周年の節目を迎えた株式会社アイセックジャパン市瀬宗也社長にお話を伺っていきます。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は去年9月に15周年の節目を迎えた株式会社アイセックジャパンの市瀬宗也社長にお話を伺っています。アイセックジャパンは聞こえに不自由を感じている方に向けてリアルタイムで音声を文字に変換する文字起こしサービスや電話をかける際のサポートを行っています。今日はこうした事業のうち通話内容が映画の字幕のようにスマートフォンに文字で表示される字幕電話サービスについてお話を伺いました。字幕で実際にこう要件を確認することができるので、はい、聞こえに不安を感じていらっしゃる方の生活の質の向上につながりますよね。そうなんですね、うん、本当にね QOL 向上っていうことで、まあ、歌い文句の一つにさせていただいてて、で実は聴覚障害者って36万人ぐらいなんですけれども、高齢化が進んでる関係で全く聞こえないわけじゃないんだけど耳が遠くなってるっていうおじいちゃんおばあちゃんも含めると今実は1420万人の方が聴覚に何らかの不安を感じているっていうことが言われてます。ですから、まあ、うちの方にお問い合わせいただくものとしては、お子さんが母親がやっぱり耳が遠くなってきて離れてるから電話で連絡したいんだけど電話が聞こえないって言って困ってるんで、この仕組み使えませんかって言って問い合わせをいただいたりしてます。でそれも障害者手帳を持ってるっていう人ばかりじゃなく、高齢の方とかそういった方が使えるような仕組みになってます。やはり年齢を重ねていくと誰しもこう聞こえに不安を感じてくるっていうことをすごく理解できまして、そうした中で御社の字幕電話サービスを利用する場合にはどういったこうステップを踏んでいったらいいんでしょうか。ホームページにまずアイセクジャパンのホームページに入っていただくと字幕電話ってございますので、そこで、登録のページがあります。そこで登録をいただくとうちの方から本人確認をさせていただくんですね。これは何でかっていうと字幕電話を使うためには新たに電話番号を発番する必要があるんですよ。まあ050って言われている電話番号を発番するんですけど、050がね最近印象が良くなくなったのがオレオレ詐欺とかああいうのに使われるケースが結構あってですね、今電話番号を発番すること自体が結構厳しくなってるんです。で従ってお申し込みいただいてそんな変なことに使われることのないようにということで一旦ご本人宛てに
郵便を送りさせていただきます。でそこにまあその後の手順とかも出てるんですけど、でそれがちゃんと本人について、次のステップの申し込みができると使えるようになっていくっていう仕組みになってるんですね。ちなみに料金はいくらぐらいなんでしょうか。はい、基本料金ということで、990円になってます。ただ初月は先ほどの050番号の登録費とかがやっぱりいるんで、それも990円なんですけど、それがあるので初月は基本料金は無料にしてます。で2ヶ月目から基本料金が発生するということになります。あとは通話料金というのが必要になります。で通話料金は、実は10分間で99円という金額になってます。ですからまあ5秒でも99円になるんですけど、10分目いっぱいねお話しいただいて99円ということになります。で10分を超えるとまた追加の99円がスタートするっていう感じになりますね。ちなみに字幕電話サービスがスタートして、はい、利用者の方からはどういった声がありましたか。ね、はい、まあ、先ほどの、ね、話もそうなんですけど、高齢で、使えなくなったからって言って自分で申し込んで来られるよりも、やっぱりお子さんとかがおじいちゃんおばあちゃんにこれを使ったら会話できるようになるよっていうことで申し込んでいただけるケースが結構ありまして、でいや話せるようになったよっていうようなお礼の言葉とかいただいてます。聴覚に不安を感じる方の暮らしに寄り添っている市瀬社長、明日のこの時間はアイセックジャパン設立の経緯についてご紹介します。おはようインタビューパート2、今週はうるま市に本社を置く株式会社アイセックジャパン市瀬宗也社長にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は株式会社アイセックジャパンの市瀬宗也社長にお話を伺っています。市瀬社長は福井県出身の68歳、名古屋大学数学科を卒業後日本 IBM に入社し、日本 IBM e コミュニケーションズ社長を経て2008年にアイセックジャパンを設立しました。前職でコールセンターの業務にも携わっていた市瀬社長、聞こえに不自由を感じている方も利用しやすいコールセンターを作りたいという思いが今のお仕事につながったそうです。詳しいお話を伺いました。沖縄県が平成20年のベンチャー育成連携事業という事業をされたんですよ。でこれは要は沖縄県ってやっぱり観光立県なので、観光に連動した職業がほとんどだったんで、 IT とかそういったことで新しい雇用を生み出す、ベンチャーさん応援しますっていうことでそういう事業があったんで、そこに応募したんですね。でその時に応募したのがコールセンターをやってたんで、一つ気づいてたのが、コールセンターを使えない人がいらっしゃると。でそれがまあ聴覚に障害のある方なんですけど、その方々がコールセンターを使えるような仕組みがないだろうかと。でその時アメリカで実はそのチャットのコールセンターっていうのが動き始めたとこだったんですね。で今でこそホームページを見てるとポップがポーンと出て何かお困りごとですかって出るのがあると思うんですけど、当時そういうのはなくって、これは日本でも絶対流行るだろうということで、それをシステムとして持ってきて、沖縄に新しいコールセンターを作ろうと、それは聴覚障害の人も使えるコールセンター、そういうコールセンターを作ろうということで、まあ応募して県もぜひということで支援をいただいて、それで起業したのが平成20年の9月1日なんで
ですね。それをすぐやろうと思ってもちろんいたんですけど、何がその時あったかっていうと、リーマンショックが起きた年なんです。知り合いの大手の企業さんも含めて、いろんなところにこういうのあるからやらないということで、まあ営業に行ったんだけど、これはすごいいいけど今じゃないと言われ、とっても困っちゃったわけですよ。で、その市場調査とかをするのに5人ぐらい採用したかな。で、半年ぐらい過ぎて、1件かなんかは取れたんですけれども、その1件だけでとても広がるあれもないし、困ったねって言ってた時に、その市場調査をするために雇用した方の一人がパソコンの先生をやってた人だったんで、で、おう、じゃあ俺も IT 分かってるからパソコン教室でもして食いつなごうっていうことで、実は食いつなぎ始めたんですね。それで今度は職業訓練で IT、ワードやエクセルや IT の基礎知識とかを教えるっていうのをずっとやって、卒業生をどん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 こう送り出すっていうことを3年ぐらいやってましたかね。400人ぐらいは卒業してったかなと思うんですけど、今度は県が、一瀬さんのところはその聴覚障害の方をね、あの時ね雇用もしてたんですよ実はね。でもしたりしてるんで、障害者向けの訓練もやってくれないかって言って頼まれたんですね。でその時に聴覚障害者に特化した職業訓練をやらせてくださいって言ってご提案したら、あ、それはいいよねって言ってやらせていただいて、で聴覚障害の方に例えばパソコンとかを勉強していただくためにはどうしたらいいかと、で手話が分かるわけじゃないので文字化して見てもらってっていうようなところが、まさに今の仕事につながってきたんですけれども、その聴覚障害のある方からね、先生こういうのがありますよって教えていただいたんですよ。これはね、障害者向けのなんか全国大会かなんかが沖縄で行われて、その時会場にライブの字幕が表示されてたよと、でそれも遠隔からやってたみたいだよと、こんな仕組みがあるよって言われて、ああそんなすごいのがあるんだと思ったんですね。でホームページとかで検索してたら、筑波技術大学っていう大学があって、そこの先生方が取り組んでると。ホームページをもっと調べてたら、長野に NPO 法人があって、そこのがその筑波技術大学と一緒にやってると。でお電話して、この仕組みすごいいいと思いますと、ぜひ一緒にやらせてくださいって言ったら、もうウェルカムですっていうことで実際にやり始めたっていう感じなんですね。おはようインタビューパート2、今週は株式会社アイセックジャパン一瀬宗谷社長にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は株式会社アイセックジャパンの一瀬宗谷社長にお話を伺っています。アイセックジャパンは聴覚に不安を感じる方に向けて、リアルタイムで音声を文字に変換する文字起こしサービスなどを提供しています。今日は会社の人材育成について伺いました。実はタイピングがかなり早くないとこの仕事ができない、この仕事ができるようになるまで、まあ短くても3ヶ月、長いとやっぱり6ヶ月ぐらいですね、練習を積んでいただかないとできないんですね。でしたがって会社的にはやっぱり先行投資みたいなことになるんですけど、
もうそういう人たちを育てていくっていうことを、まあ、念頭に置いてですねやってます。その中で資格制度っていうのを作りまして、速記検定文字起こし技能テストっていう、まあ、一般的に公になってる試験なんですけど、これを受けてもらうようにしてます。で、受験料は全部会社持ちで、負担してですね受けてもらって、速記検定でしたら5級から始まって4級3級2級1級はね、もうかなり難しいんで取れる人いないんですけど、で、例えば5級を取ったら、毎月3000円の手当出しますよ、3級取ったら7500円ですよっていうような資格手当と結びつけて、でその代わり、まあ、この仕事をやっていくためには4級までは最低取ろうねっていうようなモチベーションというかね、意識づけをしてます。また文字起こし技能テストは速記検定の方はどちらかというと早く出るっていうことを見るんですけど、文字起こし技能テストの方は早く打てるということも必要なんですけど、ちゃんとこうみんなに見てもらうためには日本語能力みたいなのも必要になりますので、その辺の知識も含めて試験されます。で、これは1000点満点なんですけど、600点を取ったら2000円、700点だったら3000円、800点だったら5000円、900点以上取ったら7500円を毎月支給しますよということで、両方ともその仕事に密接に結びついた資格を取ってもらうと、そういったやっぱり目標を持ってねやってもらえるような取り組みをしてます。そうなると働いている社員の皆さんもより一層スキルを磨こうという気持ちになりますよね。そうですよね、そろそろその金額もちょっと上げようかなんていうねことも考えたりはしてますけれども。では業績も上向きということでしょうか。そうですね、今は安定して業績伸びてきてるんですけど、もう15年やってるとですね、やっぱりとんでもなく大変な時もありまして、儲けにつながる前に社員を育成していかなきゃいけないんで、給与も払っていかなきゃいけないんで、先行投資をしなきゃいけないと。で、たまたまその県、まあ、あれの時は国だったかな、が失業している人を訓練を受けるっていうだけじゃなくって、雇用して育成するっていうことに対してお金を出すよっていう時期があってですね、この仕事は絶対必要になってくる仕事だから、雇用して育成している間お金が出るんだったらたくさんの、ね、社員を育成していこうということで取り組んだんですね。実は100人雇用したんですよ。それで、まあ、育成して仕事ができるようになったんですけど、残念ながら100人を養う仕事がすぐには見つからなくてですね、それでもどうにかその100人の人たちをポケットマネーで食わせながらですねやってたんですけど、さすがに自分も生活できなくなると困るので、まあ、人員をね4分の1ぐらいまで落として、どうにか立て直そうと。で4分の1ぐらいまで落としたら仕事が増えだしたんですね。不思議ですよね、この辺は。経営者としては結構苦しいご判断だったんじゃないですか。そうですね、でね、中小企業家同友会にも入ってて、やっぱり社員を守るっていうことが経営者の重要な仕事だっていうんで、最初もうだからとにかく絶対誰も辞めさせないでやるんだって言って頑張ってたんですけど、ある時ふっと気がついたのは、このまま行ったら全員沈没しちゃうと。でもある程度まで絞ったら何人かは助けられるっていうことに、まあ、気がついてですね、ここはそういう決断をしなきゃいけない時だと思って、実はまあそういう決断をしました。で、まあ、その後仕事も順調に増えてきて、今また人をね、増やしていかなきゃいけないんですけれども、やっぱりそれもね先行投資型の
ビジネスモデルなんで、結構、ね、同じことでつまずいちゃいけないので、結構その辺は気にしながら雇用を進めてるっていうのが今現状ですね。おはようインタビューパート2、今週は株式会社アイセックジャパン市瀬宗也社長にお話を伺っています。おはようございます。金城七重です。おはようインタビューパート2、今週は去年創業15周年の節目を迎えた株式会社アイセックジャパンの市瀬宗也社長にお話を伺っています。アイセックジャパンは聴覚に不安を感じる方へリアルタイムで音声を文字に変換する文字起こしサービスなどを提供しています。今日は今後乗り越えたい課題について伺っています。まさにね、今AI とかね、チャット GPT もそうですし、音声認識も進んできてて、今ね、CM なんかで 49% の仕事がなくなるとかって言われているんですけど、ひょっとしたらその 49% の中に入ってるんじゃないかっていう思いは実は持ってます。ただ、いろんなところで機械でカバーできないものってやっぱりあると思ってるんで、例えば、方言を文字化するっていうのは今の音声認識だと難しいと、あるいは、人の話を認識するんだけど、やっぱり人って言い間違えるんで言い直すっていうようなこともあるんですけど、音声認識だとその判断ができなくて同じような文言が2回出てしまうとかですね、そういうようなこととかっていうところはまだまだ人が介入しないとなかなかできないところかなっていうふうに思ったりはしてますし、あとはその感情を伝えるようなところっていうのは、要するにこのね、文字にしたら同じなんだけど、楽しそうにこう言ってるのか、ちょっと怒りながら言ってんのかって、そういうその感情の部分を入れられるっていうのはまだ人じゃないと無理なのかなとかね、人でやるっていう意味がある場所っていうかね、エリアはあるはずだと思ってるんで、そういう付き合い方をね、 AI なんかとしていこうかなとは思ってますね。人にしかできないことを模索しながらビジネスを進めていくということですね。はい、そういうことですね。例えばこう対面で話してる時だと、音声認識で誤ったのが出ても、あ、違ってるからもう一回言い直そうとかできるんですけど、例えば講演会とかで話してる内容を音声認識で文字化してて全然違ってることが出てたとして、みんな、あ、違ってるなっていうのは分かるかもしれないけど、ここを直さないとやっぱり全然聞こえない人からしたら勘違いしてしまう可能性があるんで、そこは人で直していくとかですね、いうようなことはやっぱり引き続きやっていかなきゃいけないかなと思ってますね。では最後になりますが、改めて御社15周年を迎えた今のお気持ちと展望について教えてください。本当ね、15年って長いようであっという間でした。で、まだもっともっとやっていかなきゃいけないところが、やっぱり認知度もそんなみんなが知ってる仕事でもないので、そういうのも高めていかなきゃいけないだろうし、今その60何人の社員が継続してこう仕事ができるようにしていく、ただ私もある程度の年齢になってきてるんで、それをこう伝えていく、引き継いでいくっていうことをこれからはしていかなきゃいけないなということが今一番感じてることですね。ということは事業継承も視野に入れて。そうですね、で
やっぱりその社員の中にこの仕事を大事だっていうふうに思ってくれてる人たちってやっぱりいるし、まあほとんどがそう思ってくれてると思うんですけど、うん、で、そのためにこれをもっと生かしていくとかね、そういうことを考えてくれてるね社員もいるので、そういう人たちが私がいなくてもちゃんと会社が動いていくように、育てていかないといけないなと思ってますね。おはようインタビューパート2、今週は株式会社アイセックジャパン市瀬宗也社長にお話を伺いました。